6号艇山本博久選手です。おはようございます。はい、おはようございます。山本選手は第1回協定甲子園の覇者、そして見事連続優勝となりましたが、今回エンジンはどのように仕上がっていますか？そうですね、まあ伸びはそんなに良くはないと思うんですけど、まあ回った感じとかはいいと思いますけど。はい。そして昨日は天候が崩れましたが、その影響というのはありましたか？まあ天候はそんな関係ないですけど、プロペラ失敗しましたけど。はい、はい。じゃあ今日はまたプロペラの調整をしていく作業になっていきそうですか？はい、そうですね。はい。はい。そしてスタートですが、勘通りに行けていますか？ちょっと行けてないですね。はい。はい。そしてコースは6枠ですが、どうしますか？まあね、誰も入れてくれそうないんでね。はい、6コースから行きたいと思いますけど。はい。それでは、協定甲子園連覇に向けまして意気込みをお願いします。そうですね、1等は無理でも2等3等は狙いたいです。